オーロラオーラのクラスターオーロラオーラは人工的に作られた宝石の一種。水晶に銀を蒸着して作られる。エンジェルオーラ、アクアオーラホワイトとも呼ばれる。真空内において水晶を熱し、その後高温に熱しイオン化した金属の蒸気を点火する。金属原子が水晶の表面に蒸着し、独特の金属光沢を水晶に与える。色合いは透明色である。 表面に現れる反射光は赤から青色を呈し、オーロラのような色合いであることから、呼び名がついた。コーティングクリスタル独特の光沢を有す。オーロラオーラのブレスレットオーロラオーラもまた、アクアオーラと同じく、クリスタルヒーリングに用いられる。宝石の中でもさして効果ではなく、入手も容易であり、またその柔らかい色などから、天使のクリスタルとも言われ、エンジェルオーラと呼ばれ人気がある。 ブレスレットなどの小さな送信具に用いるために球状もしくはビーズ状に研磨されたものに加工を施しているものが多い。ペンダントなどの大きな送信具に用いたりポイントとして用いるために水晶全体をそのまま用いることもある。またクラスターのものも見られる。ありがとうございます。